暖かい日差しが差し込んで、おはようって包んでくれる。眠い目を起こすって、私もおはようってキスをしたのは、こんな何気ない瞬間がすごく幸せで溶けてしまいそう。ああ、このまま二人の時間が止まってしまえばいいのにって強く思う。ああ、このまま繋いだその手そばにいてね。キラキラと星がまた瞬いてる。二人きりのプラネタリウム、あの星よりも綺麗だなんてベタなこと言ってくれるあなた、こんなとは言いない瞬間がすごく愛しくて溶けてしまいたい。ああ、このまま二人の笑顔がずっと絶えませんよ。鬼って強く思う。私だけを見ていてね。ああ、こんな何気ない瞬間に思う、ああ大好きだよって。ああ、このまま二人の時間がしまえたらいいのにって強く思う。あなたの笑顔をハンドメイドクラブバルヘジア。2月の朝日、風になびく波が立つ河川敷、二人並んで寒いねって手をつないで、眠そうな声でまるで映画みたいだと笑って歩いた。将来のことなどわからなくて、あなたと過ごす日々が幸せで、このまま物語が続けばいいのにって思うだけだよ。
一度は想像するあのはマイ恋愛映画の中で輝くあなたは笑っていたね。誰もが一度は想像するあのはマイ恋愛映画の中で僕は見守ってる。始まりの合図が鳴る時まで。突然の通り雨天候のいたずら手をつないでキスをしたあの場所懐かしむ放課後涙がにじむ手紙書くよ忘れないから寝起き悪い癖直すんだよあなたとの約束で未来を描いた誰もが一度は想像するあのはマイ恋愛映画は僕を残して少しずつ変わっていった誰もが一度は想像するあのはマイ恋愛映画の中であなたを待っているカットがかかるその時まで一度は想像するあのはマイ恋愛映画の中で輝くあなたは笑っていたね誰もが一度は想像するあのはマイ恋愛映画の中で僕は見守ってる誰もが一度は想像するあのはマイ恋愛映画の中で輝くあなたは笑っていたね誰もが一度は想像するあのはマイ恋愛映画の中であなたを待っている始まりの合図が鳴る時まで波が立つ河川敷二人並んで寒いねって手をつないで眠そうな声でまるでイカみたいだと笑って歩いた ございました。さて、ありがとうございました。今週も始まりましたクラブパルヘジア。この番組は多彩なアーティストを、毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして笑顔ハンドメイドしていこうという番組です素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますのでお時間の許す限りゆっくりしていってください
では、第3火曜日は本日私ひろみが担当します。よろしくお願いします。それでは早速本日のゲストを紹介したいと思います。番組初登場、佐賀県出身、佐賀県出身じゃなかった、千葉県出身のピアノ弾き語りシンガーソングライターの上保美香子さん。はい、はい、そして番組7回目のご出演、今日も大阪からお越しいただきました、はい、シンガーソングライターの久江さんです。それでは皆様に早速ですが、自己紹介をお願いしたいと思います。じゃあこちらから、はい、どこ見ればいいですか。はじめまして、上保美香子です。ピアノの弾き語りをしています。普段は、都内のライブハウスを中心に活動をしています。一昨年に、君が好きだったという曲でデビューしました。よろしくお願いします。あだ名とかありますか。あだ名ありますか。あだ名、うん、みんななんて呼ばれてます。いろいろあるんですけど、はい、お嬢様じゃないの。お嬢様お嬢様、でもミカリンとか。ミカリン、かわいい。ミカリン、じゃあ今日はミカリンって呼びます。よろしくお願いします。では久江さんお願いします。大阪から来ました、久江、久江と申します。なんか、はい、月に一度、東京に来ております。で、月に一度こちらの番組に月一で出させていただいております。ので、今日はよろしくお願いします。じゃなくていいの。ひさえちゃんだよ。ひさえちゃんで言わせてください。よろしくお願いします。それではまず挨拶代わりに一曲ずつライブをしていただきたいと思います。どうぞ。どちら決めていいんですか。じゃあミカリンからです。コメントはこっちのユーストリームとこっちのツイキャスでもできますので、両方皆さんよろしくお願いします。じゃあ準備ができたようなので歌ってもらいましょう。よろしくお願いします。ここにたった
げる。どうしても抑えきれない心が叫んでる。涙だけが痛み流してくれる。忘れてしまいそうで自分は誰なのか。こんな世界に一人生まれた意味を理由を探してる。今夜あてもない誰かの目を気にしすぎ、本当のこと言えずにいた。ありのままの私を知ってほしい。もうしたくはない。大人になるにつれて傷ついたり、見えなくなること増えてきた。信じたい。心の奥に光る枯れたら新しい自分に生まれ変わるから。傷んだ辛さのまま飛び立てないから、ゆっくりありがとうございます。では久江ちゃんお願いします。久江ちゃん今日は久江ちゃんなんで皆さんのおすすめの雨の日ソングが、雨といえば涙とのご縁で久江さんのわがまま涙かなって、すごいちょっと後でワンフレーズ聞いてみたいな。あとはなかなか知ってる人がいないけど、7月の雨なら西脇由依さん、いい曲をおすすめ、皆さんのおすすめがすごく、あとはね、小林あさみさんの雨音はショパンの調べ、すごい題名が
難しい知らない世代だ原曲のカゼボガゼボがとても素敵だから知らないの何これすごい、でもなんか聞いてみたいな。あ、パチパチ、拍手、皆さん拍手ありがとうございます。なんかおすすめのアメノヒソング皆さんどんどん募集してるので言ってく、あのコメントしてください。パチパチ、いっぱいパチパチ、準備はい、できましたね、できたようなので、ではお願いします。よろしくお願いします。まずはこの曲で青の空、当てる？合ってますか？大阪から来ました久江と申します。月に一度こちらのチャイナスクエアで、歌を歌わせていただいております。今日は遠征途中で、火曜日だったので、火曜日ちょうど空いてたので、いや空けてたので今日出させていただく行けました、今日は楽しいトークたくさんしたいと思いますので、よろしくお願いしますありがとうございます。はい、じゃあ
gonna remember me again. Weepers, now I know what you need. Thinking of you set me free. Thinking of you set me free. Do you wanna stay with me? Are you gonna remember me again? Are you gonna remember me again? I saw a new world when I look away from you. Thinking of you set me free. ただそれだけでいいと思ってた。今も浮かぶよ青の空の優しい目を。ありがとうございます。おすすめのソング、お二人はありますか？雨の日、なんか洋楽好きなんですけど、うん、マライア・キャリーのシュルザレインって曲が好きです。なんか PV が素敵。PV が素敵。どんな PV なんですか？あ、なんかマライア・キャリーの多分両親の話で、なんか当時は白人の人と黒人の人の結婚とか反対されてた時代だけど、なんかそれを押し切って結婚してみたいな、なんか慣れ初め、すごいストーリーがあるんですね。本当にあった話、多分本当にあった話で、今日なんか電車の中で見入って電車の乗り過ごして乗り過ごしちゃったんですか？一つなんかここ来る途中に新宿まで行っちゃいました。すごい、新宿まで行ったんですか？一駅かな、一駅、体のまま乗り換えたはーみたいなすごい、そんな夢中になるほど素敵な曲が、はい、マライア・キャリーさんの。ひさえちゃん、なんかありますか？雨の曲、今考えてたんですけど思い浮かばなくてただ自分のわがまま涙っていう曲がありまして、少しワンフレーズだけ歌ってもらうことでできますか？わかりました。でもサビ、雨っていうの出てくるかな。頭、6月の雨、ただわがままなだけの涙、あなたを困らせて別れた最後の優しい顔。めっちゃいい曲。アカペラやいいですね。アカペラやばい。すごい、つまって。聞きたい方は CD を。なんかミカリも雨の歌があるって、さっきちょっと聞いたんですけど。そうなんです。なんか今日はちょっと歌わないんですけど、メインって曲があって、これ7月に CD 発売されるので、よかったら皆さん聴いてみてください。嬉しいですね。雨の日の2人とも雨の日の曲があるということで、皆さんは、久江ちゃん透き通った素敵な歌声と、本当そうですね。わがまま涙、アカペラもすごい素敵でした。昭和の人なんで、雨の物語、イルカっていう歌とルンヒャンさん雨、ルンヒャンさん雨、ルンヒャンさんの雨っていう曲があるんですかね、ぐらいかな。雨のリグレット、三本智恵さん、ちいさんの雨の日リグレットも優しい雨。なるほど、すごい。ちなみに私は小泉今日子
さんの優しい雨って歌がすごく好きです。よく歌ってます。では、お二人にちょっと質問をしたいと思います。今の活動を始めたきっかけをお願いします。なんかありますか、きっかけ。きっかけ、うん、なんだっけなんだっけあでも歌うのがすごく好きで、あのピアノずっとやっていて、前から、はい、ピアノの方先にやってて、うん、なんかそれをうまく融合できないから、うん、ピアノのなんか弾きながら歌うのをなんか家でなんとなくやってました。なんとなく。なんか憧れてたアーティストとかいたんですか。あ憧れアーティスト、あなんかアンジェラアキさんのライブ見に行ってすごい感動して、そこからすごい好きに、最初から弾き語りをする感じ。あ最初は弾き語りをしなかったんです。シンガーとして、はい、歌でって感じだったんですけど、ピアノも一緒に弾き始めて途中から、はい、そうなんです。久江ちゃんは、久江ちゃん、はい友達とカラオケに行って、うまいなって言われて調子に乗りました。かわいい。うまいなって言われて調子に乗って、調子に乗った形が今です。ちょっとやっちゃおうかなって。ギター前からされてたんですか。ギターは2年半ぐらい前くらいですか。上手、上手ですね。で曲を作るときに、うん、ピアノで触って曲作ったりとかってことある？いや、私はもう鼻歌です。お鼻歌で、先に鼻歌から。そうですね、鼻歌の時もありますし、うん、ギターの時もあります、うん、両方です。両方、はい、曲作り、最初何されますか？歌詞をバーって書いて、うん、なんかピアノと合わせて、なんか、うん、歌詞から。歌詞から結構人によってこうメロディーから入る人とかもいろいろ様々ですよね。ヒロミは、私はですね、メロディーから頭に浮かんだメロディーに歌詞を乗せていく感じですね。なんかコツとかありますか？まだにも分からない。コツ、カツって難しいですよね。ねえ、なんかね、うん、歌詞って難しいなってすごい日々すごい考えながら作るから、なんかすごい時間もかかっちゃうんですよ私、うん、私もかかっちゃいます、はい、すごい深い、なんか2人の歌詞がすごく今聞いてて深くていい詩がいっぱいあったんですけど、そういうのってパッて浮かんでくるんですか、それともやっぱちょっと考えて工夫したりしてるんですか？はい、なんか結構変えたりして、なんかどんどん変えたりしたりしてます。変換して、変換してとか、綺麗な表現ができるように。すごい、ちょっと私もお二人みたいに素敵な歌詞が書けるように頑張っていきたいと思います。では、三大要素聞きますかね。はい、ではご自身を作り上げる三大要素を何回も書いてるんですけど、何回も毎度のことかと存じます。月に1回書いてます。面白いからもう今っていいですよ、ちゃん今変わっちゃう、変わるかも、変わると思う、季節ごとに多分変わると思うし。じゃあ三大要素を2人に書きますか。書いてもらいましょうか。じゃあ書いてもらおう。そのうちに皆さんのコメントを私は読みます。三大要素、三大要素って今も変わらないです。変わらない変わらない、あるある変わります。コメント、みかりんのレインは雨の日の歌ですね、みーたんさん。久江ちゃん、スキリトータ、素敵な歌声、ガッチャンさん、ありがとうございます、嬉しい。
雨のロマンス中村中さんっていう違うっていう歌があるんですか。雨の日のロマンス、あ、森高千里さんの雨もいいですね。それもなかなか。雨の日の歌って他何があるかな。え、森高千里は知ってる。ギリギリギリしてます。ギリ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 結構知ってます。あの、私がおばさんになってもっていう歌とか有名なのは知ってます。雨、雨ありますか。何か雨に歌えば、雨に歌えば聞いたことあるかも。あ、知ってる、知ってる、知ってます、それ知ってます。ミュージカルなんだ。雨に歌えば、てるるって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 るるってってってですね。すごい、雨の日になると踊っちゃうみたいです。雨、このいいですね。なんか雨の日もハッピーで、晴れの日もハッピーで、人生が楽しくなりそう。ありますか、皆さん他ありますか。雨の日の曲、あ、始まりはいつも雨みたいな。あ、アスカのあれすごい好きです。始まりはみたいな、いつも雨。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、歌ってない、歌ってない。久保田としのぶ最後の雨、うんうんうん、最後まで歌ってない。何の歌だか分かんないものは。ああ、童謡とか。童謡とかも、中村当たると読むんだよ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。翔一さん、ありがとうございます。中村、中って書いて当たるって読むんですか、うん、そうなんですね。誰も教えてくれなかった。当たるって当て字でしょ、結局。雨の、なんだろう、市場、親しい二条、五条、うん、漢字が読めない。雨の日の歌ってでもいっぱいある。あれとか好きだな、なんかボカロのレインストップザグッバイみたいな歌があるんですけど、すごいいい曲ですよ。ユーミンの12月の雨を、矢上純子水色の雨。ああ、てか簡単になるな。最近雨ってあるかな。どれだけおっさんか分かる。最近の曲で雨って聞いたことない。あるかな。ありそうでない。なんだ、トリプル A の雨音と。ああ、それ。うん、よく聞きますそれ。それよく最近の、うん、歌ってってよく言われます。ユーミンの10、あ、これ読んだ、呼びました。すごい、なんか両方、わっちゃんさん両方ありがとうございます。どうですか、お二人さん、できましたでしょうか。はい、ではじゃあミカリンから発表していただきたいと思います。はい、いいかな。いいかな。こんな感じ。お、どうぞ。睡眠、寝ること、6時間以上は寝たい。うん、あと睡眠大事ですよね。そう、寝ないと寝ないと持たないですね。あとなんだ、甘いものとコーヒー。コーヒーはブラックですか。ブラックが好きです。お、すごい、甘いものは好きだけど、はい、コーヒーはそのままなんですね。そう、飲めるようになって最近。かっこいい。飲めないブラックはまだ大人ぶって飲んだりするんですけど、うん、やっぱ最後まで飲めないです。イサコーヒー23番ヒサコーヒー23番飲めみたい。ヒサコーヒー、3番目なんだ。ピアノと歌ですかね。
ピアノとそうか、やっぱり音楽が入ってくる。そうですね、音楽。確かに。まあ、セットってことですもんね。そうです、甘いものコーヒーとピアノと歌。なるほど。ありがとうございます。では久江ちゃんお願いします。じゃん。すごい絵で初めて絵で描いてくれた人が。ご一緒で寝ることと食べることとでこの人たちこれは誰ですか。一応応援してくれる皆さん頑張れっていうすごい皆さん見えますか。すごいリアルに描いてあるんですよ、絵が。食べるのもまずお米なんだよ。はい、ご飯めっちゃ食べます。しい、そんなたくさん食べるように見えないけど、食べます。食べないとやってられない。やってられない。はい、2人とも寝る睡眠が一番に来ましたけど、なんか夢とか見ますか。ぐっすりですか。夢ぐっすり。なんか結構見るかも。見ます。最近覚えてるので印象的な夢とかありますか。なんだろう。夢って覚えてないんですよね、基本的に。覚えてない。そっかそっか。見た感覚あるけどあまり。忘れちゃう。なんか追いかけられた夢とか。追われてる。追われてる。怖かった。追われてます。それが癒してあげてください、誰か。久江ちゃんも夢とか見ます？夢、なんか最近はもう全然見ないですね。なんか疲れてすぐ寝ちゃうので。もう夢見る暇あったら深い眠りに入れてだから寝るっていうのは要するに健康管理のために寝ますよっていう意味ですね、はい、うん、健康管理のために。なるほど。2人ともじゃあ今日はでもほら中にはなんかもう寝るのが趣味みたいな人いるじゃん。寝るのが趣味寝るの大好きみたいな。12時間も寝れないな。よく寝れるな、すごい。まあそうですね。じゃあ皆さん今日帰ったらまたぐっすり眠れるように、はい、今日ぐっすり眠れるようにはっちゃけて楽しんでいきたいと思います。ではコーナー、そんなはっちゃけていただきたいので私のコーナーに移らさせていただきたいと思います。よし、じゃじゃん、じゃじゃん、はいはい、いきます。 VS ヒロミン、じゃじゃん。タイトルコーナー VS ヒロミンです。何ですか。リバーブかかんなかった。 VS ヒロミン、 VS ヒロミン、いいかな。ということで、毎週第3火曜日は私と一緒に皆さん対決をしてもらうんですけれども、さまざまないろいろやってきて、今日のテーマは3つありますけど、まず第1テーマ、気になるあの子と初デート、また誘ってもらえるような帰り際の一言。はい、はい。ということで、みんなでこれを一言書いてもらい、今から考えてもらうんですけど、それをねカメラ越しに発表してもらって、今日来て見に来てくれてる皆さんと、今そちらの電波越しに、紙がないです、電波越しに見ていただいてる皆さんに投票してもらえますので、じゃあ皆さん書いてください。でもね、結構難しい、今日はちょっと難しいよ、全体的に。待って、3枚。何だった
もう一回今日のテーマはですね、じゃじゃん、気になるあの子と初デート、また誘ってもらえるような帰り際の一言。それは何、男性目線？男性に向けて。あ、向けてね。あ、言ってほしいこと。男性に向けて、私たちがもう一回デートしたいんで、皆さんと。ああ、そういうことですね。はい。そういうことです。か、あの、帰り際の一言ですね。特に別に両思いとかじゃないです。食ってもいいんだけど。はい。ただもう一回遊びたいなみたいな。あ、もうその程度の関係の設定なの。その程度の設定。設定大事じゃん、意外と。設定大丈夫。まだ付き合ってない。まだ付き合ってなくて遊んだんです二人で。うん、でももう一回遊びたい。次につなげたい。この帰り際の一言。と初デート。その時が初デートで。そう。2回目も1回目。2回目、はい、2回目です。そうです。なんて言ってほしいか。いや、帰り際になんて言うか、言った、なんて言ったらもう一回誘ってくれるかな。ああ、自分から誘わないの。自分からは誘いません。誘わない、基本、そういうことね。あ、分かった。やっ、誘わない、誘わないけど誘う、うまく男の人が誘う、誘わせます。誘わせます。こう、誘ってくれるように釣り針を誘導誘導するじゃないけど、きっと素敵な、あの、回答が出るかな。できたかな、私。ちょっと待ってください。いいですよ、ゆっくりでいいですよ。皆さん、こんばんは、遅れましたと、せいじさんがいらっしゃいました。皆さん、ありがとうございます。ということで、ね、私も考えてるけど、ちょっと難しいな。初デートではまだ付き合い始めないわけね。じゃ付き合ってないです、まだ。何回目で付き合う？なんかよく、なんかよく何回目から OK ですか、皆さん。初デートは逆に言うと、3回目までデートして、うんうん、もう脈がなかったら4回目ないよね。ないですね。結構3回目って言いますよね、うん、結構3回目のデートでって歌とかでもよく出て、うん、なんでなんでですかね。でも1回目じゃきっとまだ分かんなくて、2回目じゃちょっと早いのかな。あ、2回目で付け出しちゃうとがっついてる。じゃ、分かりました。1回目はきっと様子見なんですよ。で、2回目は確信に持ってきます、気持ちを。自分の気持ちが多分好きかな、好きじゃないかな。あ、測るわけ、2回目。そうで、確信に来たら3つ目で、あ、もう用意してくるわけ、はい、あ、っていうことですよ、きっと。で、逆に言うと2回目でも脈がなかったら3回目はとりあえず、あ、3回目ないんだ、とりあえず3回目は もしかしたら 99% ダメかもしれないけど 1% あるかもしれないから、3回目は行ってみよう。いや、私はないですね。どうですか？あ、ないんだ。3回目で3回目あります？ミカリンは2回目で脈がなかったのに3回目があるかって話。あっちにその気がなさそうって思ったら、すごすご私は退散したい。するかな。できましたでしょうか？できたようなので、じゃあ発表会に移りたいと思います。新しいのどこか行こうかな。じゃあひさえちゃんからでいいかな。いいです。じゃあカメラに向かってどうぞ。次いつしましょうかとスケジュール帳を開きます。それさ、誘ってるじゃん。誘ってるじゃん。ていうかさ、それデートじゃなくない？いつしましょう。すごい。
アポを取る。アポだよ。すごいですね。なんか圧力的すぎる。積極的ですね。すごい。まあ、これは冗談ですけど。あ、ちゃんとあるんだ。また遊ぼうやっていう。かわいい。軽く。もうちゃんと匂わしちゃうのね。匂わしとくんですね。また遊ぼうやって言ってスケジュール。スケジュールです。数パターン。なるほど。では、ミカリンお願いします。これ実際言うかわかんないんですけど、今日はありがとう。私ダッフィーのぬいぐるみ欲しいんだよね。いつか一緒に買いに行けないかな。ダッフィーってディズニーシーにしかないんですよ。あー、なるほど。嘘、買えるの？嘘え、しかも、足にあるあのマークがついてんの。嘘リボンが壊れる。え、買えるんですか？どこで？あれって、あの円の中にしかないのかと思ってた。いや、ないんだけど、うん、それは秘密のルートとかですか。いろんな匂いがしますね。ではちょっとつ、うん、じゃあいきますね。いや、そこは夢の国だから夢を壊しちゃいけない。そう、夢を壊しちゃダメですよ。ではいきます。じゃん。今日はすごく楽しかったです。海とか行きたいな。水着とか着たいな。え、水着着たいの。水着、はい。お、若いっていいんだよね。ということで、じゃあ皆さんお名前の書いて。っていうか、その話気になんない。何ですか。彼氏とデートで、うん、もう3回目でいきなり水着で OK なのかって話聞きたい。どこですか。あ、海だったら皆さんどうですか。海行きますよね。でも海行ったら水着着ますよね。うん、分かんないよ、うん、普通に。いや、でも分かんないと思うから聞いたの。どうですか。2回目のデートで海とかどうですか。いやいや、3回目だとさ、2回目か、それ、はい、あ、2回目か。2回目のデートで海とかどうですか。2回目いきなり水着。いやいや。だよね、そう思うよね。確かに。ちょっと不利になってきた。じゃあ名前を。あ、はいはい。でこれで投票するんでね。これ何を投票するんですか。これを、今、うん、次誘いたくなる人たちをあその名前を変えてください。スケジュール帳絶対嫌やん。絶対嫌やん。コメント欄に皆さん書いてください。セリフで、はい、セリフでね、うん、っていうで今のセリフ、誰が言ったからじゃなくて、ね、そう、誰が言ったからじゃなくて、このセリフで次誘う人をこの中から。だからほら、どんなセリフでも久江ちゃんだったら OK っていうのは今回なしで。そうです。次遊ぼうやでお願いします。ということで、じゃあコメント欄に皆さん書いてほしいんですけど、そのリスナーさんの投票多分ラグがありそうなん で今日の罰ゲームは、今日の罰ゲームはあれ、全部決まったやつを最後に言ってもらいます。カメラ目線で。今日は最後だから、私あそこでみんな言ってもらいましょうか。あ、全員罰ゲームじゃないですか。一人罰ゲームの人が最後あそこで。どうですか。いつもここで言ってもらってたんですけど、了承を得て。どうですか。こっちで振られた。あそこでやるか、ここでやるか。でも勝てばいいんですよ。勝てばいいんですよ。はい、勝てばいいんです。勝ちましょう。どの絵がいい。あっちの絵がいいですよね。反共生的。じゃあ今目がこう。じゃあリスナーさんの前に、会場に来てくれてる皆さんに投票してもらいたいと思います。じゃあ挙手制がいいかな。手挙げた方がいいかな。では久江さんの人。やった。本当ですか。もうセリフで選んでますか。3票入りました。じゃあミカリン。3票入る。どういうことだ。これはもう広くネットで対応でしょ。
ではネット、はい、ネットの皆さん、あ、こっちが切れてしまった。でちょっとあのもう一回ツイキャス、あ、ツイキャス切れちゃった。皆さんどうですか。ツイキャス自体切れてます。ユーストリームもツイキャスも静かだよ。コメントが静かです。来るかな。まさかユースト切れてないか大丈夫でしょうか。ユースト大丈夫そうです。大丈夫そうです。来ないな。じゃあ。まあ、これ来ないと即決定する。みんなコメントして。コメントして。コメントしてください。大体対決すると MC ます。さっき手挙げてくれはった方はスケジュール上の方ですか。いや、遊ぼうよ。遊ぼうよ。気楽に言われたこと。確かに。スケジュール帳出されたら嫌ですか。いや、俺はスケジュール。もうだってスケジュール帳出されたらさ、もう絶対ガチガチな感じ。行きますよね。もう確実ですよね、でもそれは。そうだよね。次の連絡を待たなくていいですよね。本人もその気だったら、絶対確かに OK だって思うじゃん。じゃあ ちなみに、その OK じゃない時、なんて断るんですか。だからスケジュール帳を見たら、ね、空白なんだけど、あ、そこの日は空いてないんだって言っちゃうっていう。なるほど。予定が入ってるって。カスカスな。まあね。なるほど。水気だと引いちゃう。引いちゃう。ちょっとあれでした。ちょっとあれです。ちょっとあれです。勝ちに行こうと思ったら。そうね。逆効果でした。ということで皆さんコメントが票が入らないので。即決定。インターネット入らないので。じゃあすいません、私がビリということ。これ全部でいくつあるんだっけ。3つあります。あ、3つ、はい、次いきます。はい、はい、じゃじゃん。ファーストキスはどんな味。素敵な表現。素敵な表現、はい、これはあの素敵な表現をしてもらいます。きっと、素敵な歌詞を書く皆さんなので、素敵な表現が聞けるのかなと思いまして。え、ちなみに歌詞にそういう内容もって書いてある人っていますか。いますか。キスの味がどうのとか、とか今ないかな。ないか。2人ともない。なさそうです。なさそうです。よくなんかでもちょっと調べたんですけど、私なんか最近よくなんかレモンの味とか、昔はなんだっけ、いちごとか、いちごの味。30年前はいちごとか。なんか最近変わってきてレモンとからしいですよ。レモン酸っぱい。わかりました。甘くない、酸っぱくなっちゃうけど、なんか梅干しっていう人が梅干しは梅干しは甘いじゃないの、それは。梅干しは酸っぱすぎます。違う、梅干しの形じゃないの、それは。面白い。梅干しの味は酸っぱすぎますね。梅干しのキスは嫌だよね。梅干し嫌だな。納豆も嫌だ。納豆は嫌。納豆は嫌ですよ。それはなんかもう。何がいいか。あっ。あって言っちゃった。あって言っちゃった。お二人はできましたでしょうか。はい。では、発表会に移りたいと思います。発表会いいね。じゃあ次は私から行きましょうかね。勝ちに行きたいよね、これ。いや、勝ちに行けないですよ。ちょっと自信ないです。じゃん。ラムネのような弾けた青春の味。すごい。いいやん。ああ、ラムネで弾けた。長いですか？弾けた。弾けた。そうです。ラムネの泡のシワシワとした感じのように、やっぱラムネもブルーだし、青春は青い春と書きますし。ということで、ラムネのような弾けた。青春の味です。ではミカリンお願いします。はい。
いちごマシュマロのように柔らかい。かわいい。でも味じゃない。味じゃない。あ、なんかいちごマシュマロ。感触に。そう、感触になっちゃった。じゃあマシュマロでいいんじゃない。でもいちご。いちご。いちごは入れたい。ちょっと甘い。そう、甘酸っぱい。なるほど。じゃあ、ひさえちゃん。なんか自分のなんか新曲であったような気がします。おなんかコーヒーの味。なるほど、コーヒーの味。渋い。すごい。ほろ苦い。ほろ苦い。なんか有名な曲でタバコの味とか ありますね。有名の有名のあのなんとか光さんのですよね。なんとかセカンドラブみたいな歌ですよね。歌わなければいいということで、はい、こちらのファーストキスはどんな味、素敵な表現ということで皆さんに表現してもらいましたけど、投票してください。1分ぐらい、コメント欄の人は1分ぐらい待ちます。でその間にじゃあその間に会場の皆さんに聞いていきたいと思います。難しい。じゃあ、いやもう一回言ってみよう。じゃあ、はい、ラムネ、ラムネ、ラムネでマシュマロ、コーヒー、うん、はい。あ、こんばんは。こんばんは、ヒロミは票に入りますか。入らないよ。入らないですね。最初はコーヒー。コーヒー好きな人が。最初はコーヒー好き。そうそうそう。コーヒー好きなの。そうそう。なるほど。じゃあ行きます。じゃあヒロミ。やったー。一票入りました。はい。じゃあミカリン。マシュマロ。マシュマロ。二票。おお。じゃあひさえちゃん。コーヒーってことで、やったー。1-3、ありがとうございます。1-2-3という、嬉しい、絶対絶命な絶対絶命な評価ということで、皆さん、はい、電波越しの皆さんもお願いします。ユーストリームと、ユーキャス、ツイキャス両方。てかラムネ最近売ってねえしとか。売ってますよ。売ってますよ、ラムネ。てか、ヒロミ結構年齢詐称じゃない。え、詐称してないですよ。してないですよ。あ、やった、来た、一票来た、ラムネ。やったやった、人気人気。今3票になった。ん、2票だ。1票ありましたよ。2票ありますよ。今2票入って入ってます。あ、入った。あ、そう。ひさえさんに1票。やったー。大きいに。バリパパさん。いや、バリパパさん。3-3。ひさえさん苦かったのかな。これドローじゃないの、もしかして。あ、まあ、そう。そうですね。ドローだ。ドローではビリは決まりますから。そう、だから次にもし越しだね。あ、そういうことか、そういうことか。そうか、3個、みんなが1個。そうそうそう、この2回目の回は引き分け、オール引き分けになって引き分け。では、締め切ってよろしいですかね。よろしいです。よろしいですかね。はい、じゃあ、で3問、同率2、同率1位とミカリンがなんと、もしかしたら、あれミカリン2票ですよね。あれミカリンが2票。最初に3入ってる。久江さんが3。で、合わせて3になった。じゃあみんな、みんな3になったの。みんな3なんですね。じゃあどれがいいかな。まあ一回全部言ってもらう。そういうこと。これは大変です。じゃあ次いきますね。最後のお題。あ、難しい。ポボン。告白。告白。具体的には、皆さんが考える告白シーンです。シーン、告白してもらいます。今から皆さんに、好きな人、ロケーションとかは何でもいいです。ロケーションは、設定は皆さんにお任せします。
あ、じゃあもうロケーションのセッティングから全部作って、はい、告白してもらいます。好きな人に好きと伝えてください。あ、ストレートに。好きっていうのは付き合ってくださいって。そうです、まあ付き合ってください。そうですね、思いを伝える、伝える、思いを伝えてもらいます。あ、そう、あ、そうだよ、別だよね。付き合ってくださいとただ好きですっていうのは別物だよね。よく考えると。そうですね、伝えましょう。伝えます。伝えればいいね。はい、伝えます、伝えます。告白しなくて付き合っちゃうことあるんですね。え、ないですよ。気づいたら付き合ってるってことですか。え、なくないよ。ないですよ。勘違いってことですか。いや、まあ、どっちかが勘違いしてるかも。でもさ、やる、なんとなく、そうな、まあ、もう、あ、なんだ。なんとなく、もうね、もういつも一緒にいて、もう友達以上っていうのあるでしょ。でも言葉は欲しいですよね。うん、なんか不安になるかも。付き合ってんのかなって、遊ばれてんのかなって思う。うんうんうん。っていう状況ってあるんでしょ、普通に。あ、付き合ってんのかな、何なのかな。そういう出会いしかしてない。マジ？ちょっと余計なんだ。で、考え、ほら、考える時間できた、はい、シンキングタイム。これからかい。シンキングタイムしてみます。今のは今のは考えとき。中華味はないの。パシーの、せっかくね、せっかく時間伸ばしたかったな。皆さん、整いましたでしょうか。整いましたあよ大喜利か。では、じゃあ誰から行こうかな。じゃあ今度ミカリンから。ああ、そうだね、ミカリンから。はい、じゃあ、じゃん。君が好きだった。だった実は、君が好きだったっていう曲がありまして、私のオリジナルを。宣伝会じゃあ、ずっと好きだったんだよっていう意味、実は。そう、思ってたんだよ。ちょっとワンフレンズ歌ってもらってもいいですか。君が好きだった出会ったあの日から初めて話しかけられたこと昨日のように覚えている。かわいい。ちょっとアップテンポバージョン。ありがとうございます。君が好きだったってことで、じゃあ久枝ちゃん。見てます、ずっと好きでした。はあ、シンプルに、うん、シンプルグサグサ。何言ってもグサって聞いてますか。今さ、ロケーションとか全部聞かなかったけど。あ、確かにロケーションじゃあ聞きましょうか。でも同じだったら逆にそこ聞きたいよね、うん、どういう時に、うん、どういう時にどういう場所で言ってほしいか。あ、言って言う、自分が言う。ごめん言う。なんかお酒飲んだ勢いと。そういうの大事ですから。そう、ロケーションね。え、自分が飲んだ勢いでしか言えないみたいな。多分言えないと思います。で、うん、難しい。でなんかうまくいかなくて、もう次会った時なんか知らない顔して会えるみたいな。え、それそんなことあったっけ。覚えてますちゃんと。多分覚えてる。自分は覚えてるわけじゃない。自分は覚えてるけど、うんうん、あ、向こうが忘れちゃって。違う、逆。あ、私が忘れちゃう。違う。その時うまくいけばいいわけだけど、ダメだった場合。そう場合に、でも例えばほら、それでお別れにならないことってあるじゃないですか。いろんな意味で。会わなきゃいけない。そう。そういうことも含めて、の。うん、飲んだ勢いってこと。でも多分そうだと思います。なんか深い時間にならないと言えないんじゃないかな。夜とか。おお、なるほど。それはじゃあ別れ際にみたいな。別れ際です。別れ際でバイバイって、じゃあまたねみたいな感じ。
うん、うまくいけばいいんですけどね、うん、なるほど。ひさえちゃんのロケーションは、はい、私は夏ですね。夏夏の遊んだ帰り道とか、帰り際、帰り際に、うん、別れ際。それはどこに遊びに行くんですか？水族館。おお。なるほど。水族館で年間パス。そうです。その何回も行く。あ、そっか、渡り際に、あ、いいじゃない。一緒、二人で年間パス買おうよ。あ、年間パス、ちょっとダメですよ。ひさえちゃんが提案してくれた。あ、ごめん。ごめん。そうだよ。勝手に作っちゃダメだ。そう。じゃあ行きます。私、はい、発表させてもらいます。しりとりしてます。しりとりなの？花火、ビール、ルビー、ビーチ、チーズ、あ、チーズっていうので、チーズ、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 ずっと前から好きでした。あのね、違う、俺最近なんかそういうツイッターを見たことがあって、え、ずっとね、男の人は巣で終わる言葉を言うんだって、しりとり言ってて、で、なんで巣ばっかりで終わらすのっつったら、君に好きって言ってほしいからって言うんだけど、で、好き、じゃあ好きって言ったら、なんだっけ、なんと、キーなんとかって言うんだって。キスしたいとか？違う、全然関係ない言葉を言うんだけど、気になる、キーとか。ちょっとここでは言えないんだけど。ここでは言えない、なんだろう。でも、全然関係ない。それはガチでやってるんですか？っていうネタ。なるほど。でもこれは素直に、素直な気持ちですよ。で終わるのが出てくるまでずっと続けるってことでしょ。ずっと続ける。違う。でも逆に言うとそれが楽しかったりするわけじゃない。でも一周目の図で言えなくて。ああ。二周目まだ。言えなかった。言えなくて。で間違えてうんって言っちゃうんでしょ。で終わったらどうするの。ズキじゃなくて、みたいな、一周目はちょっと言えなくて、もう一周来た時に、もう今度こそ言おうと思って振り絞った。振り絞ったずっと前から好きでしたでした。チーズで終わるとか、チーズで終わってるか。ポーズとか、ポーズ。チーズとか。世界地図とか。世界地図とか。ということで皆さん、そしてじゃあ投票してもらいたい。しりとりをする、しりとりをする、酔った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 、水族館の帰り道、水族館で年間パスポート、ダメですよそれ、すいません、水族館ということで、あのユーストリームの皆さんとツイキャス見ている今あの皆さん、コメント欄にどれがグッときた告白かを書いてもらいたいと思います。やっぱ年間パスポート。さゆちゃんの意見を入れますか？年間、いやいや、僕が年間パスポート、僕が罰ゲームやっても誰も喜ばないから今。ではじゃあ会場の皆さんに、ひさえさんの、はい、3票、強い。じゃあ、ミカリン、ありがとうございます。てか、将来この組織票だから誰が言ったとかダメですよ。本当に酔った勢いでいいんですか、皆さん。酔った勢いでいいの？でもさ、それってさ、なんか普通だと男性の方が酔った勢いで言うっていうのあるじゃん。でも、女子からしたら、あ、どうですか、酔った勢いで言われたらどうです？だから、本気か。やりますよね。そう、思うでしょ？思うでしょ、ほら。でも私、あまりすごい酔っ払わないんですよ。なんかほんのり、いい感じになるぐらいだから。
なるほどです。あ、それならいいじゃんってことね。じゃあはい、あのヒロミンずっと前から好きでしたと入ってます、入ってます、1票あ、それは何、告白されてるけど、あ、告白ね、別あれですよ、これ、これ票に入るの、これ、はい、入りますよ、あ入りますよ、ほら、あと頑張って3票集めないと勝てないよ、皆さん、ではコメント欄にお願いします、名前を誰が良かったかを書いてくださいことで、じゃあ今までされたグッときた告白ってありますか、それでちょっとリアルなちょっと待ってる間にリアルな、リアルな、リアルか、もしくはそのリアルかリアルでいいんだ、いやそれ自分から言おうよ、それ言い出してください、そうだよね、今のはそうだよね、ということで今まででされて一番グッときた告白、うん、どうしよう、今付き合ってる人がみたいな感じはね、うーん、でもみねえ、みんなね、ただ普通に好きでした、あ、過去形になっちゃう、好きですって言ってくれます、え、あ、今まで逆に何、ずっと自分からじゃなくて言われてた、そうですね、別に、ね、今誘導してないからね、そうそうそう、言われたり言われたり言わせたり、あ、言わせるな、あ、言わせてる、でも基本自分から告白した人とはあんまり付き合えない私、うん、もうそれで飽きちゃうね、うん、飽きちゃう、じゃあミカにあります、なんか結構ストレートに好きだって言われるのがなんか印象的、かっこいい、かっこいい、うん、ストレート印象的ですかね、でもなんか特にこなんかすごい工夫して言ってきた人いないかも、なるほど、うん、最近も何も知らないですけど、あんまいないのかな、みんな普通なのかな、うん、告白って、ひさえちゃんありましたか、なんか思い出せないです、思い出せない思い出せないです、思い出せないです、印象に残らなかったということです、世間の男性陣の皆さん頑張ってくださいということで、あのヒロミもう一票入りました、もう一人来るかな、あ、周りくどさんに地団だを踏みながらヒロミ、周りくどいか、投票になりましたね、あ、久江さんに1票、お、てか、か関西弁でもう一度お願いしますって書いてある、お、関西弁で、はい、え、標準語じゃないよ、まあ、それは、まあ、言葉一緒でも、ずっと好きやったですか、ね、かわいい、かわいい、かわいい、関西弁っていいですね、かわいい、方言ってずるいですよね、うん、あと1票入んないかな、誰か来ないかな、同率と、なんでノイズが入るのかと思ったらデストロイドが始まった、ノイズが、いやいや、あ、ノイズがと思った、なんか票が入らないので、じゃあ締め切ってどうしようかな、じゃあひさえちゃんに決めて、1票、え、何ですか、それじゃあ1票入って、これはヒロミンラブはこれ1票なの、はい、これ1票です、おこれ1票ですよこれちなみにディスられてないからねディスられてない、ディスられてないでしょ、ディスられてないですよ、ね、じゃなくてたまたま会場が組織票が入らない票が入らない、多分こっちは組織票です
こっちのお三方は完全なる完全なる組織票で完全なる全く完全なるヒロミン組織票入れないからだよ頑張って組織票おい頑張れあれヒロミン入ったじゃないこれみんな頑張れ、ま、周り工藤さんに時短だ踏みながら、はい、ああヒロミンあこれ票じゃないのかカウントされるのカウントされる時短だはカウントされるのカウントされます。で、今2個なんですよね。今私がミカニカ。あ、もう1個来ましたよ。来た。お疲れ様の1票。何？何？何？聞いたと思ったら、お疲れ様の1票。ああ、頑張ってるからいいですか皆さん、締め切っちゃいますよじゃあ、さえちゃんにどっちか選んでもらおうかなどっちかってどっちですか、はい、私と、みかりんどっちがいいいいですか、あ、そっか、決まってないんですねそう決まってないです、じゃじゃんじゃあ酔っ払った勢いで言われるのは嫌なんでこっちそうだよねやっぱりっていうことはこことここが一個ずつダメだったから罰ゲーム一緒にやろうかな一緒にやる一緒ならいいんじゃない一緒に、一緒にじゃあ一個ずつセリフを割りだけ一人で、ね、1個ずつ、一番だった人の、ね、言ってもらいます、終わりがけになんだっけエンディングで最初、最初は最初誰が一番だったっけ何が最初の一番のセリフ最初は同率だよ、同率だったのかじゃあそれを両方そう両方言って、でもう一個こうじゃあ4個あるってことですか2個2個でそうだねはいそうしますではひろみのコーナーはこれで以上になります皆さんありがとうございましたということで、ここから後半のライブに移りたいと思います久江さんから今度はお願いしたいと思いますだんだんお願いしますハキは危険という危険は危険ということで、プレゼントの紹介をしようかなプレゼント番組プレゼントの紹介をいたします、毎度おなじみパルヘジアのステッカーとステッカーとハッシュタグ出してないハッシュタグそれ以前に、はい、ステッカーと四ツ谷サウンドクリークドッポさん提供のクリアファイル3周年の記念クリアファイルと宴さん提供の宴コンピ1こちらですとあとは、チャイナスクエアのランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春奈さんのサイン入りのオリジナルステッカーこちらですねこちらと7月4日トゥルーカラーズサマフェスオリジナルサマフェスライブオリジナル缶バッジおこれ素敵な缶バッジが赤今日は赤です3種類あります今日は赤明日じゃない何色があるんですか全部で3色赤青白の赤がもらえますでこれのうちの今日は赤うちは今日は赤で番組コーナーで使用したあとみんなが書いてくれたスケッチブックにサインしてもらってあと終了後に集合写真を撮ってそこにサインも書きますそれも入れてプレゼントしますで番組プレゼントに応募方法はスタッフが応募用ハッシュタグをツイートしますので、リツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントしていただくと応募になります出しました見える見えました、読んでこの、プレゼントやハッシュタグ、シャープ
水族館の年間パスポート。今日はそれ楽しみ。これを、はい、ぜひ今からね、コメントしていただければと存じます。あとは読み札はもう終わっちゃうんですか。もういらっしゃい。ということで準備ができたようなので歌ってもらいましょう。お願いします。綺麗な月を思い浮かべて書きました。聞いてください。月に隠れて。君は泣いてるの、何か悲しいの、僕にその涙は拭えるかい。いつも笑いながら僕の手を断る。君が愛しい、僕の心は手遅れに、君を好きになっていた。ため息は濁り夜に溶け、僕を包んでゆく。月に隠れてという曲を聴いていただきました。次歌わせていただく曲は、祈りという曲を歌わせていただきます。
この曲はこの世界に、対する自分の思いをストレートに書いた曲で、ぜひ歌詞を、辿っていただけたらなと思います。それでは聴いてください。祈り。ねえどうして世界は笑わないのだろう。ねえ矛盾にも世界は美しいのだろう。ねえ生きるって伝わらないことだらけ。ねえわがままな愛が渋滞してる。夜空の下で呼吸をする小さな心たちが星に祈りをする。あなたに会えたこと感謝してる。一秒の思い出も愛しい。あなたが生きたこと讃えよう。世界が笑えるように泣かないでいて。人のせいにして自分を守りたがる。人はきっと完全なものになれない。うなずく自信がない結果ばかり傷を縫い合わす。針が折れかけている。どんなに望んでも戻らない。計り知れない心たちが思いを馳せる。人を騙したり傷をつけることは自分を傷つける。あなたが生きること、この世界中に
優しい笑顔でどうか手を振ってくれますよ。なんかさっきね、すみだ水族館の年間パスポート持ってる人がいましたよ。意外と短いって、今日は短いハッシュタグということで、今世紀最短のハッシュタグ今世紀一番短いハッシュタグで、いや多分番組始まって以来の短いそうなんだすごい、じゃあ今世紀最短のハッシュタグですね、まさに。準備できましたでしょうか。はい、では準備ができたそうなのでお願いします。はい、それでは、ですね、空という曲をお届けしたいと思います。お聴きください。擦りながら漏れるため息、マンネリの朝、無表情で歩いてく人たち、どこへ向かい何を考えてるの。努力イコール結果じゃないこと分かってる頭ではあっても、こんなに苦しい心、ふと見上げたあの空は泣けちゃうくらい綺麗すぎて、何のために走って何がしたいんだろう。邪魔をして立ち止まったまま動けないよ、トゲが刺さったままの胸、また考えすぎてた、いつかこんな日々を振り返る、今はまだ見えないだけだよ、未完成な私。ふと見上げた青空は届きそうなくらい近くに感じた、羽を広げて笑いたい
たこの道をまっすぐに歩いてゆくことは思ってたより難しくて、だけどどこかで信じていたいんだ、あの空に伸びてゆく枝の先のつぼみたちは来年はきっと咲くから、そう信じ同じ道でした、はい。次はちょっとアップテンポの曲を歌いたいと思います。ですね、私犬を飼っているんですけれども、その子の気持ちになった曲があります。人間になりたいって思ってるんじゃないかなと思って作った曲です。お聴きください。夜明けまで語り明かす
お散歩をしたい。ありがとうございました。情報美加子でした。拍手な感じですか。パチパチがたくさんです。パチパチって何か分からなくてすごいですよね。表現する888888パチパチ絵文字使う。絵文字あ、最近そう進化してきて蜂の絵文字とか蜂の絵文字蜂虫の蜂を流されたりとか結構みんな ね、そう、私のリスナーさんは割と蜂以外にもなんかね、なんかブスブスとかね、プニプニとかね、褒め言葉、そう、褒め言葉。そう、今コメント欄にもあったけど、頑張れ、ひろみん頑張れとか、ひろみんお疲れ様とか、そんなコメントを見て、今日も一日頑張れるって思いました。では聞いてください。そばにいてね。光が差し込んでおはようって包んでくれる。眠い目を起こすって私もおはようってキスをしたの。ああこんな何気ない瞬間がすごく幸せで溶けてしまいたい。あーこのまま二人の時間が止まってしまえばいいのにって強く思う。あーそのまま繋いだその手そばにいてね。キラキラと星がまた瞬いてる。二人きりのプラネタリウム。あの星よりも綺麗だなんてベタなこと言ってくれるあなた。こんなとは言えない瞬間にすごく愛しくて溶けてしまいたい。あーこのまま二人の笑顔がずっと絶えませんようにって強く思う。あーそのままあなたのその目を逸らさない。
こね、あーこね、何気ない瞬間に思う、あー大好きだよって、あーこのまま二人の時間が止まってしまえばいいのにって強く思う、あーこのまま二人の笑顔がずっと絶えませんようにって強く思う、そばにいてね、ありがとうございました。東京に1週間ぐらい、12日ぐらいからいてるんですけども、こう6月18日、タワレコ渋谷店で、歌わせていただきます。あれ一緒あ、これ間違えたか、もう一回かこれです。 で東京最終日が19日まで行ってるんですけど、川口キャバリーの東京最終日1500円なので安いので、で出番は21時から21時35分です。そしてですね、7月4日お昼チャイナスケアサマーフェスに出ます。14時20分から私の出番 で夜は四ツ谷天窓コンフォートさんです。そして7月5日こちらできます。こちら30分で移動できます、はい、そうです。でこちらでチャイナスクエアでワンマンなんですけど、こちらはソールドアウトお気に入りです。ありがとうそしていよぎチャイナスクエア7月6日で7月4日四ツ谷ドッポでストロボーカフェで、7月9日銀座ミーヤカフェも入ってます。だから5、6、4、5、6、8、9、10、ちょっと分かりにくかったです。7休みかな、ここ、ちょっともう休ませてくださいで、8月28日は上村かなえさんと久江のツーマンライブ、こちらよぎチャイナスクエアです。で8月30は下北沢、ちょっとここ、下北沢おとくらさんです。でまた8月31日チャイナスクエアさんで、あと極密という、6月14日にあの
終わったばっかりなんですけれども大好評だったので、またツーマンライブします。12月20日赤坂グラフティオープンは11時半でスタートは12時からで、大阪はまたあのソープペラクラシクスというところであります。3000円はこちらはまだ発売とじゃないですけど赤坂グラフティの方はもう発売しております。はい、この間ソールドアウトしたのでお早めにお願いします。ないです。ありがとうございます。なんですけれども、今度の日曜日にライブハウスのリンコ屋というところでライブします、池袋にあるみたいです。あと7月20日にまた、こちらのイオギチャイナスクエアさんでランチライブがあります。ありがとうございます。中華がとても美味しいので皆さんぜひ食べてください。オープン12時からで7月22日水曜日南青山のマンダラというところでライブします。この日はもうなんか豪華な出演者さんで楽しみです、はい、そして8月22日土曜日川口キャバリーノで、南さやちゃんが、企画したライブに出演します。さやちゃん企画でさっき最初の方にちょろっと話したんですけど7月22日に、なんだっけレインという曲を CD 発売になりました。なのでぜひ7月20日これは 4なんですけどあのレインのいろんなバージョンが入ってたり全部レインなすごいどんだけレインを住んだやつ感じなんですけどあの楽しみにあの22日のこの日にあの持っていけると思うのでよかったら遊びに来てください。アメブロ、フェイスブック、ツイッターをやってるのでよかったらフォローしてください。ツイキャスもやってますよね。ツイキャスもはいやってます。ミーキャスとか言ってやってますんでよかったら見に来てください。ありがとうございます。はい、では私も告知をさせていただきます。そのマイクが入ってなさい。入ってないかな。入ってる、まあ、でも大丈夫かな。大丈夫かな。声聞こえるかな。そんから聞こえた。はい、6月22日月曜日渋谷ジージ夜スタートします。これはなんかニコ生の人たちとキャスの人たちとミックスでやらせて一番初めての企画リアルとネットがつながるっていう初めての企画に出させてもらいます。あと7月18日これは府中です。ランチライブ。7月26日もはイオギチャイナスクエア、ここもランチで、クラカフェってあれなんだよね。日本酒の蔵なんですね。お酒がなんかいっぱいあれ。お酒じゃなくて、お酒じゃないのか。お酒も飲めるんだけど、日本酒で作ったケーキとか、なんかそういう料理とかも、いろいろ美味しそうなカフェなので、カフェなんで一応。で、あと8月5日水曜日夜川口のキャバリーノさんのところでやらせてもらいます。よかったら DM とか。ツイッターでもいいですしメッセージください。あとチケットも売ってるのでよかったら買ってください。ということで、はい、罰ゲーム、ね、罰ゲーム大変か。ここでやる？いいんじゃないそこで。ここでやりましょうか。うん、はい、じゃあ久々さんのも見せてもらってもいいですか？はい、どれですか？久々さんのを、はい、どれですか？読んでもらって私がこれを読もうかな、うん、その方がいいですかね、うん、じゃあ私からいきます。告白、告白、告白はこっちか。何が同率1位だったな。これか、これか。いやもう見してよこれかって言われてもこれでしたっけ。マシュマロ、あれダッフィー、ダッフィーだっけ。あれ覚えてる、喋って覚えてないのか。あれじゃあこの中から
告白、告白にしようか。告白にしましょうか。じゃあ告白で。じゃあ告白でいきます。はい。酔った、酔っ払った勢いで告白。ちょっと酔っちゃったみたいなんだけど、酔っ払っちゃいました今日は。ずっとね、君が好きだったんだ。じゃあどうぞ。これは水族館の帰り。今日は楽しかったね。お魚すごい綺麗だった。あとずっと好きでした。ということで今日も皆さんありがとうございました。ではですね、罰ゲームも終わったので、番組の告知をの前に番組の告知からしてもいいですか。番組告知をさせていただきます。クラブパルヘジアでは毎週火曜日夜8時から西武新宿線いよぎ駅南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアにて配信しております。観覧が無料でワンコイン500円でワンドリンクです。ワンドリンク500円です。で、火曜日の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンでご覧の方は、こちらのいいねボタンやツイッターを押してください。チャンネル登録はこっち、はい、こう大丈夫大丈夫、こっちとこっちです。はい、ではなんかすごいエコーがいっぱいかかってでは抽選の結果、抽選をしますか。はい、抽選は今日初登場のミカリンにお願いしたいと思います。1枚お願いします。はい、じゃじゃん、じゃん、これだ。お、2枚あります。あ、1枚、じゃあそれを読んでください。寿司パンダさん、寿司パンさん、寿司パンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。では寿司パンさんには、プレゼントをお送りしますので、クラブパルヘジアのツイッターアカウントのフォローを待って DM で送付先を連絡してください。それでは、番組をご覧いただいてタイムラインにコメントをいただいた皆さんのお名前を紹介したいと思います。どんどんこれを名前を読み上げてってもらってもいいですか。バンバンと、空色さん、空色さん、ありがとうございます。 GV さん、0217さん、風人さん、ワリパパさん、藤丸さん、ヒロさん、お兄さん、佐々木哲夫さん、スレイヤさん、ヤブリンさん、マエさん、スネポンスネポン、スネポンさん、はい、あとはまだありますよ。まだみんなコメントくれてます。カルヘシアさん、ガッチャンさん、はい、今日のゲストミカリン、カメ様、ショウイチさん、ナオヤくん、ありがとう。ショウモネージェントンさん、ミータンさん、博士太郎さん、ヒロミン、はい、ありがとう。ということで皆さん、番組をご覧いただきありがとうございました。それでは最後に、メッセージ、視聴者の皆さんにメッセージをいただきたいと思います。久江さんからお願いします。今日は、いろんな話ができて楽しかったです。またたく
ップさん東京でライブもしておりますので、お時間あればぜひ遊びに来てください。楽しい企画もたくさんしております。ライブでは絶対に企画、自分が企画したものは、皆様を楽しませる自信がありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。今日は番組に呼んでいただいてありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。酔った勢いっていうのはちょっと後悔東京都内で結構頻繁にライブをしているので、よかったら遊びに見に来てください。またなんかアメブロとフェイスブック、ツイッターもやってるので、よかったら覗きに来てください。暑いけど皆さん明日からまた頑張ってください。ありがとうございました。では、私からも最後一言言わせてください。3ヶ月間 MC をやらせていただき、今日最後、ね、最後なんです。ありがとうございました。本当いろんなアーティストさんとこう触れ合うきっかけがあって、すごいいい刺激にもなりましたし、今後のライブとかにも活かしていきたいなって思ってます。またツイッターとかツイキャスとかでもよくちょくちょく顔を出すので遊びに来てくれる。顔は最近出さないけど、そろそろちょっと出そうかな、たまには。とか料理キャスとかもまたやろうかなって思ってるんで、また皆さん遊びに来てくれると嬉しいです。目玉焼きが真っ黒になるキャス、それはラーメンを焦がした回です。あ、そう。でも本当録画にも残ってるんですけど、料理ちゃんとしてるんで、録画、料理キャスの録画は公開してるんで、よかったら見てくれ見てくれてもいいですよ。見た方がいいですよ。美味しいご飯を皆さんにおすすめしてるんで、できたら。ということで、本当に3ヶ月間ありがとうございました。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろう、これなんだろうと。壊した？壊してないです。あ、すごい、ボディシャンプー。これと同じものを使えば私と同じ匂いになれますよね。そこ宣伝する。ということで、本当ありがとうございました。来週の MC はパナ第4火曜日担当のパナエさんと、ゲストは泉真美さんと田沼さんのお二人を迎えて、また来週火曜日もパルヘジアを楽しくやります。それではいつものポーズでお別れをしたいと思います。マイクゴソゴソ、マイクが置いちゃいましょう。置いちゃいます。はい、いつものポーズ、右が棒で左で輪っかを作ってください。 P のポーズです。でカメラはそちらの真ん中のカメラに向かって、私が今週もありがとうございました、来週もと言いますので、その後に続けてカメラに向かってクラブパルヘジアと言ってください。では準備はよろしいでしょうか。はい、今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。